皆さんこんにちは。パクソジュン主演彼女は綺麗だったに出演した女優コジュニ。一時は元ビッグバンのスンリとレイの事件で関係があると噂されましたが、果たしてその真相と現在はどうなのでしょうか。モデル出身、女優としても数々の作品に出演する人気女優コジュニのプロフィールに迫ります。これまでの熱愛疑惑など気になる噂も合わせてご紹介していきます。名前、本名キム・ウンジュ、ハングル、生年月日1985年8月31日、身長173センチメートル、体重50キログラム、星座、乙女座、血液型、A 型、出身地、ソウル特別市ソンドンクソンスド、趣味、音楽鑑賞、学歴、慶暨大学演劇映画学学士、家族構成、両親、弟、デビュー作、2001年、所属事務所マウンテンムーブメント。コジュニのデビューのきっかけです。 G、 コジュニは高校入学前の2001年、制服合わせに行った先でスカウト。同年にはスマート学生服のモデル選抜大会に出場し金賞を受賞し、そこから本格的に芸能界にデビューしています。新人の頃は本名で活動していたコジュニですが、 SG ワナビーのミュージックビデオにも出演した経験も。現在のコジュニという芸名になったのは2012年のドラマ「キツネちゃん何してるの?」に出演以後のこと。一気に知名度が上昇し、現在は女性たちのカリスマ的存在となっています。2005年に SBS で放送された「カンパン先生とコンペイトー」は学校を中心に描かれた恋愛ドラマです。金持ちだけど何かと問題が多いパクテイン役をコンユが、元問題児だった生徒が教員免許を取り母校の教師となったナポリ役をコンヒョジンが演じています。元問題児のナポリが問題児だらけのクラスを受け持ち奮闘するという一見重苦しい内容を爽やかに描かれています。2006年に MBC で放送された「キツネちゃん何しているの?」は笑いあり涙ありの痛快ドタバタラブコメディです。当時の韓国では30代の女性たちを中心に圧倒的な支持を受けた大人気ドラマ。三流雑誌記者として働くコビョンヒ役をコヒョンジョンが、そして友人の弟で整備工として働くパクチョルヒ役をチョンジョンミョンが演じています。またコジュニは当時本名のキム・ウンジュで活動していましたが、ドラマの中ではコビョンヒの妹でファッションモデル役のコジュニとして出演していました。2015年に MBC で放送された「彼女は綺麗だったわ」、韓国ドラマ界最高のロマンティックコメディと言われた超話題作ドラマです。魔女の恋愛のパクソジュンやキルミーヒールミーのファンジョンウムなど豪華キャストが大集合しているドラマです。男女間の恋愛をめぐった胸キュンが止まらないロマンティックなストーリーで、コジュニはホテルの支配人役ミンハリで出演しています。女性なのに男性のような格好良さでショートカットがよく似合うコジュニ。今まで演じてきた役柄のイメージもかなりあると思いますが、実際の性格は非常に気さくで男っぽい性格なんだそうです。またはつらつとしてはいるが愛嬌は多い方ではないとも言っています。しかし以前バラエティ番組で共演した仁雲によると、素直で恥ずかしがり屋という可愛らしい少女のような一面も持っているとのこと。そんな部分もまたコジュニの魅力の一つなんでしょうね。そんなコジュニ歴代彼氏や熱愛説、結婚観まとめていきます。コジュニの歴代彼氏説1人目、俳優チュジンモ。コジュニ初の熱愛1人目のお相手は俳優のチュジンモ。チュジモンとの熱愛説が浮上したのは2012年の時で、2人の交際に至ったきっかけはコジュニがチュジンモのミュージックビデオに出演したことだったそうです。主人もはコジュニとミュージックビデオを通して仲良くはなったものの、実際交際には至らなかったと話しています。しかし当時結婚説まで出ていたらしく、コジュニの両親に挨拶に行ったという噂まで流れています。なのでどれにせよコジュニのことを特別な相手として思っていたことには間違いないようです。友達以上恋人未満というところでしょうか。コジュニの歴代彼氏説2人目、歌手ジヌン。2人目のお相手は2AM のジヌンですが、
ジヌンとは韓国の大人気バラエティ番組私たち結婚しましたで共演しています。番組の中で仮想結婚した2人が実際に生活を共にするという内容なので、見ている視聴者たちも現実と錯覚してしまうくらいリアリティあふれる内容となっています。そんなことからジヌンとの熱愛説が浮上したようですが、あくまでも番組内だけのことであり、その事実は全くないとのことでした。小ジュニの歴代彼氏説3人目、歌手マスターウ、まるで美女と野獣のような組み合わせのこの2人。小ジュニの3人目のお相手はヒップホップ界のスターマスターウです。2014年に2人仲良くデートしている現場を目撃されたことから熱愛説が浮上しました。双方この熱愛説を否定し、あくまでもただの顔見知りであり、たまたま知人たちが集まった中にマスターウーもいただけと説明しています。また小ジュニは個人的にマスターウーファンのようですね。マスターウーの出演する公演を知人と見に行くなど友達としての交流はしているようです。ということであまりにも釣り合わない2人ですが、この熱愛説はかなり信憑性が低いと言われているようなので、2人の交際はないと思って良いのではないでしょうか。結婚観や好きなタイプについてですが、ルックスも完璧で性格もさっぱりしている小ジュニの好きな男性のタイプはズバリ自身よりも身長が高く二重ではない人、また横幅のある人が好きなんだそうですよ。モデル出身の小ジュニなので、やはり好きな男性には自分より背の高い人を求めているんでしょうね。ちなみに芸能人でいうと、元韓国シルム相撲力士選手出身のカンホドン、現在は韓国 JTBC で放送されているアヌンヒョンニムにレギュラー出演していますよね。小ジュニはスンリと親しいそうです。関係性を見ていきます。元ビッグバンのマンネブイアイことスンリをはじめとする有名スターが絡んだクラブバーニングサン事件、スンリの他に元 FT アイランドのチェジョンフンとチョンジュニョンが絡んだこの事件、3人がチャットルームで会話した内容に女優の姉さんと呼ばれる女性が登場していますが、この女性が小ジュニだと噂になりました。しかもこの噂を信じたファンは小ジュニのインスタグラム直接非難するコメントを送ったそうですが、小ジュニ自身はこの件に関してきっぱりと関与を否定しましたが、収まるどころかますます疑惑の目が向けられたといいます。結果的に小ジュニはもちろん関与はしていませんし、事実無根のデタラメな噂に終わったようですが、何も関係ない小ジュニのところに突然湧いて出た話だったので、小ジュニ本人の当惑は計り知れなかったのではないでしょうか。小ジュニの現在はもともとモデルとしてデビューしている小ジュニですが、女優業の他にも多忙な毎日を送っている様子。小ジュニ最新情報としてはグラビア撮影のためにプーケットに行ってきたそうですが、そこで人生初の乗馬を経験、またこの撮影のためにブリーチまでしたそうですが、自身の求めていたカラーにはならずかなり心配したのだとか。しかしスタッフからの可愛いという言葉を聞いた小ジュニは安心し、いつもの笑顔になれたんだったそうですよ。いかがでしたでしょうか。女優としてモデルとして現役で大活躍している小ジュニ、これからも女性が憧れる素敵な女性になっていくこと間違いなしですよね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。